ロンドンオリンピックを目指す世界最終予選、全日本男子最後の戦い。これが5年間の集大成。最高のバレーボールを見せてくれ。心を一つに勝利を飾れ。4年間いい時も悪い時もあって、今のチーム物語ってる最終予選だったなと。直前に行われた試合でオーストラリアが中国を下し、試合前にオリンピック出場の可能性がなくなった植田ジャパン。詰めかけたファンのためにも最終戦を勝利で飾りたい日本は、第1セットを落とし迎えた第2セット。自分で打ってきました。今日は石島絶好調です。今大会は波に乗れなかった石島が爆発します。さらに山村、大会を通じて好調のブロックが今日も炸裂。デュースとなるとここから壮絶な打ち合いが始まります。日本が清水にボールを集めれば、イランはエースガフール。それでも清水は一歩も引きません。大会前に右足首を手術し、なんとか間に合わせてきた清水、ようやく本来の姿を取り戻します。しかしこのセットも制したのはイラン。アジア王者の底力を見せつけられます。意地を見せたい日本は第3セット、エース福澤が今大会107得点目、ベストスコアラーランキングでトップに立ちます。しかし粘り及ばずイランにストレートで敗れた日本。上田監督就任8年間の集大成、2大会連続オリンピックの夢は叶いませんでした。しっかり決めてた印象があるんですけども、結果は全て出せないですし、やっぱ本当に結果出せなかったのは、まあ、自分の責任でもすごくありますし、チームをやっぱり勝たせてあげれなくて、本当に自分自身が申し訳ない気持ちいっぱいです。まあ、OQT 振り返っていただけますか。まあ、本当あの最終戦戦う前にオリンピック出場ができないというのが決まって、まあ最後の気持ちの作り方というか持っていき方がすごく難しかったなという。まあ、結果は自分たちが招いた結果なんですけども、そうですね、やっぱここまで本当に悔しいです。ただ次のオリンピックに向けて、やっぱり一人一人が必ずこの今いるメンバーが今度はリーダーになっていきますからね。リーダーとしての役割があるはずですから、それをきちんとしていくために責任を持ってやっていこうということですね。はい、さあそれでは最終予選の結果を確認しておきましょう。1位のセルビア、そして2位のオーストラリアがロンドンへの切符を手にしました。日本は4位で全日程を終えています。さあ加藤さん、はい、まあ、この涙が4年後につながると信じたいんですが、はい、まあ、男子オリンピック出場は叶いませんでしたけれども、最終予選を通して日本の収穫どういった部分になりますか。まあ、やはりオフェンス面はかなり日本頑張りましたよね。決定率も高かったですし、まあ、クイックもよく使えましたし、一番はやはり清水選手が本当に苦しい場面でもスパイクを決められるようになりましたよね。でもちろん福澤選手もベストスコアラーという形でやはりこう数字にも表れているので、すごくこう攻撃的なチームになったなと思いますね。ワールドカップからレベル上がってますよね。そうですね、はい、そして今後この日本男子が世界の上位に行くための活路というのはどういったことなんでしょうか。まあ、やはりサーブですよね。サーブが本当に効果的に決まらないと日本はすごく厳しくなるんですけども、それはなぜかというとやはりブロックが日本はあまり強くないので、そのサーブで崩して相手のこう、まあ、攻撃を一人でも減らす、コンビネーションの数を減らすということがすごく大事になってくるんですよね。そのサーブの強化が今後必要になってくるということですけれども。